この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんにちは、日向です。さあ始まりました、金曜生です。キャッチキャッチ。この番組では旬な話題やお得な情報を僕ら日向が生キャッチしますよ。さらに NCT コネクトでもアプリで検索してください。 NCT コネクトで生配信してますよ。ということで今日僕たちは長岡市の三沢に来ております。お店の名前がカフェボール。ということで早速行ってみますか。おしゃれな感じです、気になります。行ってみましょう。 OK。 さあこの素敵な建物の中に入っていきます。わ、素敵なお店、お邪魔します。あ、さあ今日お話をお伺いするのは、はい、カフェボールの店長林さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。せっかくなんでもカフェボール、はい、お店の紹介をお願いできますか。はい、ここですね、うんうん、あのカフェとですねスポーツがですね融合してるんですね。そういったお店になってますね。カフェとスポーツ。はい、店長からそのスポーツのオーラを感じるんですけどカフェということで、はい、どのようなメニューがあるんですか。あの普通にあのコーヒースムージー紅茶もありますけども、キーマカレーとかあの、まあ、ピラフとかでスパゲッティ、うん、あのひじきご飯なんかもありますね。あら、まあ、はい、せっかくなんでそのお店の情報をキャッチしていきたいなと思いますので、イエスさ、じゃあひろくん1個目のキャッチポイントいってみましょう。てれん、毎朝焼きたてカフェボールのカフェボール。林さん、カフェボールのカフェボール、はい、一体何なんでしょうか。あのここのお店はカフェボールなんですが、はあ、カフェボールでカフェボールを作ってるんですね。びっくりしちゃいました、ね、いっぱい出ましたカフェボール。ダブルカフェボールですけれども、はい、メニューどんなメニューなんですか。はい、ですね、あの、まあ、簡単に言うとプチケーキ焼き菓子なんですけども、はい、ちょっと見させてもらっていいですか。はい、ぜひぜひぜひ。これですか、このマシーン。はい、そうですね。ちょっとオープンザカフェボールしてもらっていいですか。はい、いいですよ。じゃあオープンザカフェボールということで。あら、はい、おお、こんな感じですね。あれ、かわいい、なんか写真に写りインスタ映えしますね、これね。はい、ちょっとせっかくなんでちょっと味見しちゃってもいいですか。ぜひ食べてみてください。うちのね、甘いもの食いしん坊がいるんですよ。はい、食べてください。イロボールいきますか。プチっちゃいます。じゃん。うん、あ、懐かしい感じの味。おいしい、これ。これは何味になるんですか。ですね、まあ、ポップ焼きみたいなで、コーヒー豆のが、うん、のエキスが全部入ってますんで、はい、うんうん、まあ、コーヒー味といいますか。いはい、美味しいですよ。あら、まあ、これちょっと僕も食べてください。ぜひ、ぜひ食べてください。うん、ね、歯ごたえサクサクで、うん、なんか懐かしいポップ焼きみたいな。そうですね、そうなんですね、そういったプチケーキになりますね。え、このこれちなみにどこでお買い上げて、これいくらぐらいで買えるんですか。はい、あのですね、うん、こう、まあ、これはあの毎朝あの大体100個以上大体焼いてるんですけども。毎朝100個焼いてるんですか。はい、はい、で、そうなんですよ。なんで、まあ、お土産用としても、ね、当然ありますね。はい、中ではどうやって食べれるんですか。あ、はい、あのですね、全メニューです、メニューにこれがついてまして、もうコーヒー頼んでもらっても2個ついてますね。必ず2個ついてる。はい、2個ついてますね。もっとたくさん食べたいって方は、はい、ですね、はい、まあ、毎回あの、うん、ね、焼いてますんで、こういったようなお土産用がございまして、はい、そうなんですね、パッケージで。そうですね、まあ、10個入りで、まあ、350円で、20個で650円なんですけども、はい、安いですね。まあ、コーヒー飲んでる間にですね、もう焼きたてをご用意してお持ち帰りできるように、はい、してますので。焼きたてがコーヒーを飲んだ後にお土産で。そうなんです、そうなんです、そうなんです。この気になるんですけど、このカフェボールのこのボールの形、はい、ボールといえば、まあ、スポーツだと思うんですけど、はい、冒頭で言ってもらったこのスポーツ、はいはい、カフェの中でどういったスポーツが楽しめるんですか。スカッシュっていうスポーツなんですね。いや、こんなまた素敵今空間にスカッシュ、はい、スカッシュ、はい、どこで、ね、楽しめるんですか。ぜひこちらの方来てください。あらあらあら、このカフェ空間からそんなスポーツが楽しめる場所が、わお。さあ、突然異空間に入ってきましたけれども、はい、じゃあそんなわけで2つ目のキャッチャーのピロ君、はい、行ってみましょう。県内では2カ所のみ協会認定のスカッシュか。さあさあさあ、そうなんですけど、そもそもスカッシュとはこれ一体何のスポーツなんですか。まあ、簡単に言いますとね、はい、テニスに似てるんですけども、まあ、前の壁にですね、はい、ボールをぶつけまして、まあ、ノーバウンドかワンバウンドで、それを順番に2人で打っていくという、そういったスポーツになりますね。またびっくり空間
間ですけど、このじゃあ、はい、アイテムというか、このラケット、そうですね、このラケットですね、まあ、テニスラケットよりも半分ぐらいの重さなんですけども、うん、あとこういったのを使うんですか、ね、はい、あとですね、こういった保護眼鏡、保護眼鏡、はい、あとですね、ボールがありまして、これがボールになりますね、ちっちゃいですね、ほんの、まあ、ゴルフボールといいますか、ピンポン玉ぐらいになりますね、確かにそれぐらいのサイズです、はいはい、ちょっと見てみたいよね、見たいです、あ、いいですよ、じゃあぜひ私が少しちょっと打ってみましょう、いい、はい、してもらって、はい、かっこいい、メガネかけました、はい、いいですね、じゃあちょっと、はい、林さん、いきます、ね、お、いい音、このまま、イエーイ、まあこんな感じになりますね、はい、来ましたね、林さん、結構ボールの、ね、跳ね方としてはそんな跳ねないというか、そうですね、あんまり跳ねないんですね、なんで力がちょっといるんですけども、ちょっとやってみたいので、はい、CM の後に挑戦してみたいなと思います、はい、皆さんチャンネルはそのままで、マルキュー、人と人をつなげてゆくマルキューユニフォーム、日々の疲れを癒すボディケアと美味しい食事、また明日も頑張れる日帰り天然温泉阿蘇の湯、地域の人に寄り添う優しい美容室、お休みどころとしても気軽にお立ち寄りください、冠婚葬祭の着付けも受け付けています、美容院ビューティー立花、環境に優しい解体工事、土木工事、産業廃棄物の収集、運搬は当社にお任せください。成功者、長岡市三沢にありますカフェボールからお送りしております、金曜の間です、キャッチキャッチキャッチ、林キャッチ、もう一回キャッチキャッチ、ありがとうございます、ナイスキャッ キャッチ、何もメガネなんかかけて、あら、そんな時には3つ目の情報をキャッチしたいなと思います、行ってみましょう、はい、タカちゃんお願いします、はい、じゃん、気軽にスカッシュを楽しもう、〇〇を無料で貸し出し、うん、〇〇とは社長、こちらは何でしょうか、ですね、はい、まあ、皆さん、やる方初めての方が多いもんですから、そうですよね、なんでこのラケットとですね、はい、このメガネ、はい、そしてこのボールをですね、無料で貸し出し、無料でしたいと思いますんで、はい、まあ、あの内履きだけ、まあ、できれば持ってきてもらえればと思いますが、あ、そうですね、はい、まあ、それもレンタルで貸し出しをしております、なくても大丈夫、はい、はい、大丈夫ですね、ちなみに着替える場所もある、あら、そうなんですよ、あの更衣室にですね、はい、あとシャワー室もみんなありますので、シャワーも、はい、すごいですね、ぜひ終わった後に、はい、シャワー浴びていただきまして、はい、あらあら、すごいですね、これラケットとメガネがもう無料で貸してもらえるということで、そうですね、早速もう無料で借りちゃってるんですけど、はい、早いですね先生ちょっと僕も体験させてもらってもいいですか、あ、いいですよ、ぜひやってみましょうか、いいですか、はい、ちょっとマシマシじゃあお願いします、はい、お願いします、はい、どこら辺を打てばいいですか、ね、そうですね、あの、基本的にこの下のこの赤い線からですね、はい、この上の赤い線のですね、この大きい四角に、ワンバンドかノーバンドで当てるんですね、なるほどね、で この赤い線はあのサーブの時しか使えませんので、あまり気にしないでいただければと思いますが、結構高ちゃん、はい、いっぱい広いから ね、じゃあちょっとやってみますか、はい、じゃあぜひ、タカちゃん対社長です、ちょっとやってみましょうか、はい、じゃあお願いします、どうぞ、お願いします、ある意味社長対社長じゃないですか、これ、おお、社長アウトですね、社長あらスカッたね、もう一回行っちゃいます、はい、あ、もう一回行きましょうか、はい、もう一回行きましょう、もう一回行きましょう、お願いします、ほい、お、あ、難しいのいった、これ、あらら、これは思った以上に、おっ、あ、ごめんなさい、どうだった、タカちゃん、いや、でも気持ち、スカッシュって通り、やっぱ気持ちもスカッとしてて気持ちいいですね、そうですね、なんでスカッシュなんですね、はぁ、あ、やっぱ上手ですよ、やっぱり、ね、気持ちいいですね、いや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 、はい、じゃあ改めて、はい、ここのレンタル料ってのはちなみにどんな感じなんですかね、そうですね、あの一応1時間あのレンタルコートが2000円になっておりまして、はい、1時間2000円、はい、まあ、あの2人でやれば1000円ですし、うん、4人で来れば500円ということになりますね、 お一人様、はい、割と安いですね、じゃあだいぶね、で、まあ、あと初めて来る方は体験ということで1回500円っていう形になってますね、うん、なるほど、はい、
500円だったら最初の人すぐできるからいいですよね。そうですね、もう気軽にねすぐパッとできますからね、はい、うん、先生もじゃあちょっと始めてる方も教えてもらえる。もちろんそうなりますね。マツまで教えますね。ドキドキ、もう無料で教えしますんで、はい、ドキドキキャッチ。で、はい、ではここでじゃあね、たくさん汗をかいた後は、はい、美味しいじゃあご飯もありますので、はい、改めてじゃあ皆さん、あの林さんから、はい、わかりました。お願いします。あのこれあのスカッシュはですね、あの小さい子供からもう80歳以上のね、おじいちゃんおばあちゃんもね、うん、全員楽々あの軽くできますので、うん、ぜひあの来ていただければと思いますし、あとあの私もね、いつでもパートナーとしていつでもお相手しますんで、無料ですんで、ぜひ来ていただきまして、嬉しい、ね、でそうですね、で終わった後にもぜひあのまた、はい、コーヒーね、うん、まあカフェボールと食べていただければと思いますね。はい、お待ちしておりますよ。よろしくお願いします。お、さあ来ました来ました。これは一体何でしょうか。おっと、ミッションめくってみたいなと思います。いきますよ。ででん、林さんとガチのスカッシュ対決、勝ったらご褒美だよハート。ということで、林さんとガチのスカッシュ対決、これは僕やったばっかりなので、うちのスカッシュ代表のうちのバドミントン部副部長だったピロン君、もうメガネかけてありがとうございます。じゃあご褒美ってちなみに何がもらえるんですかね。もう今日勝ったらですね、もうぜひこの美味しいこのカフェボールをですね、もうプレゼントしたいと思います。本当ですか。はい、あら、勝ちましたらもう、はい、これから東京に行くんですよ。嬉しいですよね。そうだよね、はい、食べながら行きたいね、はい。じゃあせっかくなんで、先生、はい、じゃあ本気で頑張ってみましょう。はい、いや懐かしいですね。小さめですもんね、割と。そうですね、ちょっと点数よりもね、小さめですね。はい、お願いします。お願いします。お、際どい。お、うまい。お、えい、あ、うまい。これはピピピロ1ポイント。もう一回いきますか。じゃあもう一回いきましょう。じゃあもう一回いきます。よし、あ、やべ、間違えた。じゃあもう一回いきます。おー、スマッシュ。さすが強い。これはすごいですね。これはね、結構ね、疲れるけど楽しい。あ、やっぱりね、はい、スカッとしますね。そうでしょう。ナイススマッシュでしたよ、ね、負けちゃいました。負けちゃったんだけど先生、欲しいです。まあ1本目はね、勝ったので、まあ引き分けということで、もう頑張ったということで、もう今回プレゼントしちゃいますね。いいですか。はい、もうぜひぜひ。さあ、じゃあそれせっかくなんで、ご褒美と言ったらこのお礼に、はい、僕らからせっかくなんで、ちょっとカフェボールソングを歌わせてもらいたいなと思います。スピロン君、じゃあギターを用意して。お願いします。もうみんなで楽しもう、カッカカフェボール、ボボボカフェボール、デンデン。さあ、ということで次回の放送は5月の24日になります。日向は残念ながら今回お休みなんですけど、だんだん素敵なパートナー田中咲ちゃんと丸山美桜ちゃんが登場します。皆さん詳しくはまた再来週見てください。それではまた、バイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。午後3時、体重切って。